はようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリストの村田優です。今日はいつも私がお世話になっている楽器店の文京楽器さんにやってまいりました。この文京楽器さんは70年以上の歴史を誇る、とても有名で、信頼のある楽器店です。名だたる演奏家さんたちがこぞって、通う文京楽器さんに、今日はバイオリンのスタンダーさんに向けての、おすすめの楽器があったり、いろいろなお話を聞いていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。ということで、今日は私はいつも頼りにしている文京楽器さんに来てみました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。バイオリンのスタンダーさんに向けての、楽器選びだったりとか、いろいろあると思うんですけれども、その点についてはどういうふうに選んだらいいのかとか、おすすめの楽器とかあったら今日はたくさん教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは、文京楽器さんに、今日3本、バイオリンをご用意していただきましたので、ご紹介していただきたいと思います。1つ目のバイオリンを、お願いします。はい、まずこちらですね。こちらはですね、自社製品のピグマリウスのスタンダードの楽器になります。こちらは初心者の方も音が出しやすいように作られておりますので、初めて弾かれる方もですね、綺麗な音を出すことができます。ちょっと弾いてみてもいいですか？はい、もちろんです。ありがとうございます。では、お願いします。はい、私も初心者の方にこのバイオリンを、ということで買っていただいたことがあったんですけど、すごくいい音色だったので、ちょっと今からも楽しみです。こちらもピグマリウスっていうのが同じものなんですけども、グレードが違いまして、今弾いていただいたのがスタンダードというものです。スタンダードですね。はい、でこちらが、プログレッソっていう名前がついてまして、でこちらは、スペシャリタっていう名前がついてます。ちなみにこれは何年製のものなんですか？はいはい、こちらは、2020年製になりますね。2020年、はい、ということは去年。そうですね、昨年出来上がったという。そうですね、はい。いや、それにしてはやっぱりそのしっかりと、ホールまで響きそうな感じがするので素晴らしい楽器です。ありがとうございます。じゃあ続いて、2本目の楽器を紹介したいです。こちらプログレッソといいまして、先ほども私、言いましたようにスタンダードの一つ上のグレードになります。はい、でこの楽器の特徴は、結構音がはっきり出るというか、発音がいいと私は思っていて、結構先生方から好評いただいてくれるものになります。はい、じゃあぜひ弾いてください。はい、弾いてみます。ハギがある楽器ってすごいいいですよね。そうですね、やっぱり初心者の方ってこう発音とかを出すのにちょっと時間がかかるので、初心者の方って結構こうハギがあって分かりやすくて、ホールの向こうまで届くものがやっぱり、扱いやすいので、ちょっと弾いてみます。
そうですね、高音は結構響きますね、うんうん、すごい、はい、
基本的に今、本日ですね、ご紹介させていただいた、はい、この3本が一応弊社のペグマリウスの中で、入門用の。あ、なるほど。はい、この3つがそうです、ね、まあ、一番最初のおすすめで、はい、まあ、このぐらいの楽器だったら、はい、ちゃんと弾けて、そうですね、発表会とか、はい、まあ、ちょっとしたコンサートとかにも出れるよっていう感じなんですかね。はい、はい、そうです。いや、もうこの楽器あったらもう十分というか、十分すぎるぐらい素晴らしい楽器だったので、はい、ぜひ皆様も、ね、本当に私もおすすめするので、ぜひぜひぜひ、お足を運んでいただけたらと思います。ちなみに、弓なんですけど、はい、今日、2つ、はい、そうです、用意していただいたんですけれども、はい、この2つの、はい、ご紹介をお願いします。はい、今倉田さんに弾いていただいた弓はですね、A の1003本でして、はい、ペルナンブーコを使った弓になっています、はい、そうですね、弾きやすくて、この3つの楽器には、まあ、ちょうど合うのかなっていう感じは、すごい、何の違和感もないというか、すごいやりやすかったです。本当ですか。はい、はい、で、もう一つ下にですね、44,000円のもので、はい、A1001 番というものを用意しております、はいはい、こちらはですね、こちらも一応ペルナンブーコ使ってるんですが、まあ、私のおすすめはですね、この1003番。どちらかというと、そうですね、どちらかというと、やっぱり、弾きやすさとかが全然違いますし、やっぱり、そうなんです。やってくると分かってくるんですよね。弓とかちょっと飛ばせるようになると、はい、そうですね、こっちがいいなということですね。本当に一番最初に、はい、やる方はもしかしたらこっちでもあり、そうですね、もちろんそうですね。じゃあちょっと段階を踏んでこちらに変えてもいいし、はい、さらに上にいてもいいと思います、そうですね、はい、じゃあちょっと1年やったかなとかもありですね。はい、そうですね、じゃあ最後に、キャンペーンがあるとお聞きしたんですけれども、はい、どんな内容になりますか。はい、ですね、今回のキャンペーンは、このピグマリウスと、アルシェの弓をセットでご購入いただいたお客様にはですね、はい、後ろに並んでいますこのカーボン膜製のハードケースをサービスさせていただいております。これがすごい、はい、これすごいことですよ。そうですね、はい、私も欲しいです。あ、本当ですか。さらにですね、これだけでは終わりません、はい、さらに、演奏に必須な松ヤニと、さらにですね、この君の片当て絶対必要なんですね、はい、さらに、楽器を吹くクロスですね、うんうん、こちらも付けています。全部付けていただけるんですか。はい、そうなんです。これはもし初心者の方、はい、楽器を購入検討されている方はぜひぜひ今買うのが一番お得だと思うので、ぜひ皆さん文京町さんでご購入してみてください。はい、お待ちしております、はい、ということで今日は文京楽器さんにて初心者のバイオリンの選び方とかおすすめのバイオリンをご紹介していただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは。